未来の作り方は始まりの物語、太陽へ虹をかけ微笑み届けよう。アウトレット、イエーイ。本日もやってまいりました、アウトレット、はい、先週に引き続き6人でやっていきたいと思います。イエイ、イエイ、よろしくお願いします。はい、それでは早速こちらのコーナーから。メディアフォトコレクション、イエーイ。はい、それでは早速こちら、じゃじゃ、はい、今日はみんなで1枚出させていただきます。はい、これはですね、あの未来の作り方サードシングルが届いたその日。もう本当にめっちゃ嬉しかった。嬉しかった。興奮ね、飛び上がった。もうみんなね、興奮マックスでね、はい、もうそれ、そのハイテンションな時の写真になってます。はいはい、本当にね、いやもう感極まるっていうか、なんか言葉にできない思いが、ね、声出なかったの。もうそれはね、ぜひ聞いてもらってね、はい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 、また写真と照らし合わせながら、はい、聞いてほしいと思います。はい、はいはいはい、それでは次はこちらのコーナー、レディアグッズ紹介。はい、ついに、じゃん、じゃん、えい、じゃん、未来の作り方サードシングル発売いたしました。イエーイ、ありがとうございます。はい、まあ、そのレコ発イベントを先日したんですけれども、はいはい、早速こちらの未来の作り方やっとできましたので、お待たせしました。はい、紹介したいと思います。はい、はい、それではデレデー、じゃじゃーん、1曲目、オーメン、ももちゃん、どういう曲よ。今からだよっていう曲です。今からだよ。分かりづらい。分かりづらいけど弾いたら分かる。まあ、ね、弾くのが一番ね。弾くのが一番。はい、すごくあの緊張感ある曲になってます、ね。はいはい、はい、そして2曲目。はい、はい、あの曲、うん、未来の作り方。はい、来ました。こちらの方どういった曲でしょうか。じゃあみなほちゃん。はい、未来の作り方っていうのは一冊の本です。はい、はい、この本には、何も書いてなくて白紙なんですけど、はい、未来の作り方のこの歌詞はその本のテーマです。こういう未来を、明るい未来を作ってくださいっていうテーマなんですけど、その本の実際の内容は皆さん自身で作っていただきたいっていう思いで作りました。そういう曲です。はい、はい、あの、はい、聞いた人それぞれのカラーがありますもんね。うん、そう、だからそれぞれの本、うん、はい、未来の作り方という本を、はい、作っていただきたいという曲になってます。はい、あのそういうのをね、あの思いながら、あの聞いていただけるとありがたいです。はい、はいはい、そして最後にこちら3曲目、優しい日。はいはい、こちらどういった曲なんでしょう。かなちゃん、いいですか。はい、はい、ちょっと、はい、では紹介させていただきます。この優しい日は本当に温かな家族の風景とか、本当にカップルの風景とか、本当にそれぞれイメージが湧くんですけども、本当にもう温かみを表現した一曲となっております。はい、はい、もう本当だから家族となんかちょっといざこざあったよとか、ちょっと兄弟と喧嘩したよとかいう時に聞いていただけると、うん、はい、はい、思い出してほしい。仲直りしようかなって、喧嘩気になる、はい、思ってもらえると思う曲でございます。はい、はいはい、もう本当に聴いてほしいです。この3曲ね、はい、もう全部聴いてほしいです。歌詞もちゃんと見てもらえれば、見てもらえれば嬉しいです、本当によろしくお願いします。お願いします。はい、こちら、はい、なるみちゃん、はい、デザインもね、そうね、うん、こちらこっちもこっちも今回もですね、ももちゃんが全部やってくれました。はい、はい、すごくいいです。はい、あ、デザインしましたよ。めっちゃ明るい感じのね、うんうんうん、いい感じで仕上がってますので、はい、こちらも見てほしいと思います。はい、はい、まいちゃんちょっと開けてみようか。はい、ね、中身を開けて、中身、はい、中身のデザインもせっかくですからね、はい、開けていただいて、ね、はい、こんな感じになっております。はい、なんか、はい、明るい、うん、かわいい、ひまわりがいいね、ひまわりがドーンって出ちゃってね、うん、かわいい感じになってます。はい、はい、はい、こちらですね、なんと540円です。
イエーイ、安い、はい、ワンコインです。ワンコインと、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけですけど、はい、ほぼワンコインでございます。はい、安いお値段と、はいはい、もう本当にこちら聞いてほしいです。はい、はい、本当に本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ、はい、うん、あのこちらの CD の方はこちらの方からご購入できますので、はい、ぜひチェックをお願いします。聞くよ、見るよ、細いようで、わかったかな、カスヨもあっていいです。カスヨ、でもたくさんの人にたくさんの人に買ってほしいので、はいはいはい、ぜひぜひ聞いてください。はい、はい、それでは来週のアウトレットも見てね、見てね、お願いします。